皆さんこんにちは。ナレーション解説のキリタンとあかねちゃんやで。前回各メーカーでどれだけブルーレイディスクの品質が違うか検証しましたが、今回は約15年前に焼いた DVD のディスクがどれだけ劣化したのか検証してみようと思います。前回の検証は同じ環境でディスクを焼いたのに品質にばらつきがあったのは意外やったもんな。さて、DVD1 枚だけのチェックでは動画の尺が持たないですので、ついでに保存方法によって品質の劣化が激しくなるのかも検証したいと思います。ここでいつもの注意事項ですが、素人の何気ない検証動画ですので過度な期待などはしないでくださいね。また今回の検証は同じ DVD レコーダーで書き込みは行ってはいるのですが、焼いた時期にブレがありますので、そこも注意してください。ふん、こんなもんなんか程度に見てくれるのが一番ええで。こんなに言っても見当違いなコメントをしてくる人とかツイートしてる人とかいるから困ったもんやねんけどな。それでは今回検証するディスクやどのようにディスクを保管していたかなどを見ていきましょう。それでは今回検証する各ディスクを見ていきましょう。まずはこちらのディスクから。こちらのディスクはマスターが初めて DVD レコーダーを買った時に一緒にサービスでついてきたディスクになります。ちなみに DVD を使い始めたのもこのレコーダーを買ってからですので、このディスクが我が家では最も古いディスクになります。この写真を見る限りパナソニックのディスクを使ってるみたいやけど、以前の動画のコメント欄にパナソニックのディスクに苦しめられたって言ってへんかったっけ？そうなんですよ。実は苦しめられたディスクというのはまさにこのディスクなんですよね。レコーダーもパナソニックを使っていて相性バッチリのはずと思っていたのですが、実際のところはデータが正常に書き込めなかったり、ファイナライズしたら失敗してディスク丸ごと使えなくなったりと散々な目に遭わされました。なんかご愁傷様やな。なのでこのパナソニックのディスクはその当時の貴重な生き残りのディスクになりますね。お次は保存管理を非常に雑にしております不織布ディスクケースに保管しているディスクになります。ホコリと直射日光からは保護することができますが、ディスクに傷もつきますし、ディスクの重みで下の方のディスクには常に負荷がかかってる状態なので、こういうケースに保管するのはあまりおすすめではありませんね。じゃあなんでこのケースを使ってるん？プラスチックケースだとスリムタイプのケースを使っていてもかさばってくるんですよね。この不織布ケースだと収納がしやすくて便利なんですよ。さてこのケースで検証するディスクはディスク同士の重みでいい感じにやられてそうな真ん中あたりのディスクを検証してみようかと思います。真ん中あたりには同じパナソニックのディスクもありましたし、このディスクを検証する方が面白そうですね。最後におまけで保存に最適と言われていた古の技術カートリッジ式 DVD ラムの検証をしたいと思います。と言ってもこの DVD ラムは後期のもので、カートリッジからディスクを簡単に取り外せるようになっています。全盛期の頃はこんな風に取り外せることはできなくて、ディスクを取り出したくばカートリッジを破壊するしかないものが多かったらしいわ。ということでご覧いただいた環境のディスクを今回は検証していくこととなります。ただあまりにも古いディスクですので、検証の前にまずはディスクが今も生きているかのチェックを軽くしたいと思います。検証途中にフリーズとかされても困るしな。チェックといってもレコーダーにディスクを入れて正常に読めるかどうかのチェックだけをしたいと思います。お、このディスクは今でも生きているようですね。さすがはプラスチックケースに入れて保管しているだけのことはあります。再生も問題なさそうですね。画質が悪いように見えるのは放送当時はまだマスターの家にデジタル放送の受信環境がなくてアナログ放送で録画してるからやで。録画データが魔法先生ネギマ。ということで、ウィキペディアで放送年数を調べてみました。放送は、
2005年1月からとなっていますので、もう間もなく16年選手なディスクになりますね。また、ディスクのオープニング内容から、4月度のオープニングと割り出せるので、厳密には、まだ15年しか経っていないですね。変なところで、オタク情報をぶっこまんでもええねんで。こんな感じで、次は、不織布ケースに保管していたディスクもチェックしていきましょう。こちらも、ディスクの認識は正常にしましたね。再生も正常のようです。映像が懐かしすぎて笑った。詳しく調べてみると、スクールランブルの方は、おそらく、14話放送のものを録画しているっぽく、放送日は2005年の1月のようです。今思うと、マシュマロタイムスとコラボしているさっきの映像は、今となっては地味に貴重映像かもしれませんね。最後に、カートリッジを外した DVD ラムのチェックをします。こちらも難なく認識しましたね。レコーダー本体で録画日を見ることができるので、いつ録画したものか見てみましょう。こちらも2005年に録画したもののようですね。ちなみに、録画データも正常で、ちゃんと再生できたで。右上の BSI のウォーターマークが懐かしさを物語ってるな。ということで、奇跡的に3枚とも、未だにデータが読めることができました。それでは、各ディスクを品質検証にかけていきたいと思います。今回は、DVD の検証ということで、以前のブルーレイディスクとは違い、このパイオニアのドライブが使えますので、今回は、このドライブを使って検証します。こちらが、ディスクの品質検証中のキャプチャ画面になります。前回とは異なり、エラー訂正名が PIE、PIF になっていますが、見方は前回と同様で、数値が少ないと、高品質ということになります。また、画面上部がプラスチックケース保存していたディスクの数値で、下側が不織布ケースで保管していたディスクの数値となります。検証中に思ったのですが、両方とも15年以上経っているディスクなのに、予想していたより品質、状態がいいように感じますね。これ、もしかしたら、当時、パナソニックのディスクが品質悪かったんじゃなくて、ほんまに、レコーダーとの相性が悪かっただけに思える数値やな。その可能性はありますね。当時から、パナソニックのディスクは最強だった可能性があります。ということで、こちらが、検証結果のグラフとなります。まずは、トータルスコアから見ていきましょう。めっちゃおもろい結果になってるやん。パッと見た感じは、プラケース保存よりも、不織布ケース保存の方がいい気がするで。PIE のスコアで見た場合はそうですね。ただ、ネットで調べてみると、PIE よりも、PIF の値が低いことの方がいいみたいですよ。さらに、アベレージとマックスのスコアを見てみましょう。プラケースの PIE マックスの値が跳ねてしまっていますが、他のスコアはグッと抑えられてますね。さらに、不織布の方は、PIF のマックスは4までで抑えられていますので、こちらも悪くないスコアという印象を受けます。ということで、これらのディスクを検証した結果、15年以上経過したディスクなのに、品質的には、それほど劣化をしたという印象は受けないという結果となりました。また、今回は、たまたまかと思われますが、不織布ケースで保存するなど、保存方法による違いも、今回の検証では、あまり差がないという結果となりました。多分たまたまやと思うから、みんなはプラスチックケースに入れて、日の当たらない場所に保管することをお勧めするで。それでは最後に、おまけの DVD ラムディスクの検証をしてみたいと思います。実は、もう検証が始まっているのですが、グラフには何も反応がありません。しばらく置いてみると、確かに、数値がちらっとだけ動いてはいるのですが。もしかしたら、ラムディスクを検証するときは、ソフトの設定を変えないといけないとかあるんとちゃう？その可能性は確かにありそうですが、ざっと確認したときは、そのような項目はなかったんですけどね。ということで、こちらが検証結果となります。この値が真実であれば、相当保存に向いているディスクとなりますね。でも、当時は保存メディアとして、
ラムディスクは結構使われていた印象やから、もしかしたら、このスコアが真実かもしれへんな。というわけで、以上が検証動画となります。今回の検証で思ったのは、昔からパナソニックのディスクは最強だったのでは疑惑がすごいですね。15年経った今でも安定して読み込めてますし、少し乱雑に保管していてもディスクは生存していましたし。まあ、人生はそんなもんやろ。というわけで、本日の動画は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録、コメントを残していってくれると、マスターが喜ぶで。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。